はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ今回ですね、現在やってきておりますオランダ染めのガチャまた引いていきたいというふうに思っております。今回はクライフ、セイドルフなどが表立って出ております。前半の方のですねガチャをですね追加で50連よーし引いていきたいというふうに思っております。これで今回のねこちらのガチャは合計で200連というところになるんですけども、まだまだ大問題を抱えておりますのでしっかりやっていきたいと思います。その後最後にはですね、現在やってきております SWCC の2次予選、こちらの様子もしっかり9試合見ていただこうと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、ということでスカウト画面にやってきました。現在抱えている大問題というのがこちら、一番上ですね、なんとヨハン・クライフが1名も出ていない、ここまでの150連ということで、いきなりネタバレが入ってしまいましたけども、ここまでの150連の様子まだまだ見てないよっていう方はですね、見てから戻ってきてくださると流れわかるかなと思います。ぜひよろしくお願いします。クライフでないと始まんないですよね。その他の選手もですね、ここまでデパイが1枚、デヨング1枚、セイドルフ1枚、コクーが2枚、デローンが2枚、スタムが1枚、ファンブロンコールスト1枚、フェルトマン0枚ということで、非常に引きが悪い。ここまで150連で、おそらくですね、9枚、出ているという形になります。9枚というのがですね、ちょうど確率がですね、6%。星5確率 6%。特別獲得枠がかなり豊富にあることを考えると、150連引いてジャスト 6% っていうのはめちゃめちゃ厳しい、引きが悪い状態だと思いますので、ここからの半分ね、もうすでに折り返し地点を過ぎておりますけども、ここからの半分はなんとかいい確率で引いていけたらというところで、今回からやっていきたいと思います。ということで今回160連目から200連目までの50連なので、特別獲得枠もしっかり仕事してくれそうなので、目標は50連で星5選手5枚よーし引いていきたいなと。あとはまずクライフの1枚目を確実に欲しいなというところになります。さてさて、以前からお話ししているようにですね、まあ今回全員、この9名の選手全員集める必要はないよというふうに思っております。中でもですね、センターバックのフェルトマン、ディフェンシブミッドフィルダーのデローン、そしてセンターフォワードのデヨング、この3枚はですね、最終的にオランダ染めチームのレギュラーに入らないよというふうに思っておりますので、この3枚が出たら外れでございます。フェルトマンなんかここまで0枚なんですけども、思いが届いてるのかなとしっかりね、って思えるぐらい、まあその辺はね、あんまり出なくていいよというところでございます。ではそんな感じの僕の状況を把握していただいた上で、今日も60連じゃない、今日も50連引いていきましょうということで、本日の10連目は合計の160連目になります。よろしくお願いします。さあ行きましょう。とにかくまず星5引く、もうそれに限ります。頼むぞ。星4が出ましたね。星3の音で星4、音は星3のままですけど、星4がポストイット付きで出てる。通常時の星5確率は 6%。 これはかなりきついな。おっと出た。さてこれはちょっと待って、デヨングか。デヨングだとすると外れだな。あ、デパイ OK。 デパイは2枚目かな。よかった。オランダ、オレンジ軍団のヤーガーって書いてあった。ヤーガーかな、ヤーガーかな、ちょっとわかんないですけどね。よしよし、デパイは嬉しいですね。1枚目出ましたね、今日のね。今日の目標は5枚ですからね。今、オランダ人選手でしたね。星3でしたけども。頼む！ガンガン出ちゃって。さあ、ゴーい！星 4！ ということで、10連目は1枚出てくれました。よかった！さあ、ここからは特別獲得枠がついてくれます。ステップ7は特別獲得枠、星5確率 60%。この辺は確実に引いていきたい。ちなみに110連目から150連目までの50連は特別獲得枠が多分全く仕事してくれなかった気がするので、その辺は頼むぞということで、本日の20連目が合計の170連目になります。お願いします。何はともあれクライフの1枚目来た、来い。これはセイドルフか。フェイタルロングシュート持ちということで、今やね、ロングシュート系のスキルっていうのはもう欠かせないスキルになっておりますので、嬉しい。今日は確率良くなってきたぞ。セイドルフ出てくれました。
個人的にはセイドルフはね、ディフェンシブミッドフィルダーの一員として使わせてもらおうかなって現在は企画してるんですけど、まあ最終的にはどうなるか分かりませんが、これで2枚目というところになりました。突要員としてしっかり使わせてもらいます。まあ本当は限界突破コーチに余裕があったら、ああいうロングパス系のスキルっていうのはですね、移植させていきたいと気持ちはあるんですけどもね。うん、ロングシュート系のスキルって非常に、使えるのでね、使っていきたいんですけど、なかなか多分そんな余裕はないだろうというところですね。セイドルフが7枚とか8枚とか当たれば別ですけども、そうはいかないと思います。さあ、そろそろ特別獲得が来るかな。来た、オッケー、しかも来た。音は普通の星さん来ましたね。フライングダッチマン、ついに、いやー来た。170連目にして1枚目のクライフの登場です。皆さん、ダダーンと欧州最高選手に複数回選ばれたことがあり、フォワードでありながらミッドフィルダーやディフェンスの役割をこなすことができるトータルフットボールの体現者といえる選手。幼少期のストリートサッカーで身につけられたものとも言われている圧倒的なボールコントロールは圧巻で、自身の名前がついてフェイントも存在する、出せないんですよね、クライフターンというね、いうフェイントなんですけども、まあ僕の世代はあんまりね、クライフターンだっていうのはあんまりピンとこないところはありますけども、いやー嬉しい、クライフの1枚目ありがとうございます。これでようやく1枚目として育てていくことができます。よっけい、セイドルフ、クライフと狙いの選手が2名出た。いいでしょう、今日はいい調子だ。いや完全に一安心ですね。これで全員、一通り1枚ずつ出たというところになります。フェルトマンが出てないのは全然 OK なので、こっからは突要員を集めていく形になります。 OK です。ではね、ステップ8ですね、特別獲得枠はありません。本日の30連目、合計の180連目になります。今日は 6% 引いてってるからね、いい感じだと思います。実は、あまりにもクライフが出ないので、100連目でもらったチケット、選択チケットでクライフの1枚も引いちゃおうかなっていうのもちょっと考えたんですけども、まあそうするとちょっと配信的にはですね、あのチケット交換画面がかなり現状の状況を皆さんに伝える上で使いやすい画面だったので、ちょっとあの画面が使えなくなるのは困るなということで、ちょっとクライフ我慢してたんで、いやーここで1枚目が出てくれたのは非常に嬉しい。さあ、この10連も1枚ぐらい出てくれると 6% から、どうだ、ダメか。さあ、ここまで星5選手3枚出ておりますので、残りの20連で、なんとか今日の目標達成したいところでございます。ということで、ステップ9はかなり豪華でございます。特別獲得枠で星5確率 70% ありますので、ここは確実に取りつつ、通常でも1人ぐらい引けたら最高です。いきましょう。これがですね、本日の40連目で合計の190連まで来たということになります。さあ頼む、 6% から出てくれ、頼む。いやー、音が星3のまんまでずっと怖い怖い。いや発展してくれ、発展しない。いやかなり怖いな。いや調子いいなと思ったんですけどね、今日はここんとこ全く出てくれないですね、この20連はね。さあ、特別獲得額、仕事してくれました。これはファンブロンコホルストかな、違うな、ファンブロンコホルストは左サイドバックなので、右サイドバックはスタムですね。 OK、 スタムも2枚目ぐらいかな。オッケー、特別獲得枠が仕事してくれて、これで星5選手4枚今日は引けます。引けます、引けてます。今日はなんとか確率以上で出てくれてるので一安心というところです。ということで、本日の50連目は、合計の200連までやってきたということになります。10枠目は、星5選手1枚確定なので、いらない選手以外のね、いる選手6名がきっちり出てくれたら最高でございます。ということで、本日の最後ですね、合計の200連目いきましょう。まあ今回の SWCC はね、残念ながらちょっとオランダ染めのチームはね作れないと、おっと、これはダメだね、これデヨングでしょう。デヨングは3枚目ぐらいかな、ちょっとこれはいらないな、
残念。まあ凸要因としてじゃないや、ごめんなさい、スキル要因として使わせてもらいましょう。まあでもね、通常で今日は出てくれたので目標以上の枚数は出てくれてますね。何言おうと思ったんだっけ。そうそう、今回の SWCC ではちょっとねオランダ染めのチームは作れてないので、サイドアタックチームは、ほぼ出番はないという状況ですけども、なんとか次回の SWCC に間に合わせたいですね、このオランダ染めチームをね。さあ特別獲得枠まで来ちゃうかな。さあ来た来たー、クライフの2枚目、キングオブオフェンス、フライングダッチマン、分かりやすい。 OK ですね、これでクライフも2枚目になりました。今日は全部で7枚、星5選手が出たという形になります。見てみましょう。はい、ではチケット交換画面ですね、こちら取っといてよかった、この画面で確認しましょう。クライフが2枚、今日は2枚引くことができましたね。デパイも2枚になりました、こちらも本日1枚と。デヨングも1枚今回引きました。セードルフも1枚出たと。コクーはこれで2枚、デローンももともと2枚、スタムもこれで2枚になったと。ファンブロンコホルストがここまで1枚というところで、すごい平均的に出てますね。2枚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 1枚、はい、ということで全部で9名いますので、ここまで17枚というところになっております。違うかなちょっと待ってね、失礼しました。ここまでで全部で15枚の星5選手を獲得しているという形になりました。いや今回はね、なんとか多めに出てくれたので、今回6枚かな、引いたというところになりましたね。ちょっと多めにさっき見積もっちゃってましたけども、ということでね、なんとか確率的にはここまで星5確率 7.5%、まあ、少しは増えたかなというところで、なんとかご勘弁していただければなというところになります。後半はここからね、 SWCC の二次予選の方を見ていきましょう。またガチャ動画引きたいと思いますので、ね、楽しみにしていてください。はい、では SWCC 二次予選の方をやっていきましょう。ということでまずは1試合目ですね。少しだけ、チームがですね、アクセサリーの付け方等で強化がされておりますので、まあよかったら1次予選の時と見比べていただけると、まあ強くなってても数千っていうぐらいなんですけどもね。だからカウンターチームとかの総合値が34万に乗ったりとか、まあそういう嬉しい変化もあるんですけども、さあその辺置いといて、では相手はポゼッションの方ということで、まずは中央突破チームで到達したいと思います。よろしくお願いします。このね、中央突破フランス染めチームのこの得点力のなさっていうのはやっぱちょっと課題なんですよね。六角形の戦力を見てもやっぱり、攻撃面がどうも弱い、ディフェンスに特化してるなっていうところで、ちょっと考えないといけないですね。はい、2試合目いきましょう。2試合目の相手はサイドアタックオランダ染め、暁のきらめきということで、今1次予選の時はね、たくさん覗かせていただきましたけども、今回はいやー、戦術有利は取れてるけど、六角形はだいぶ向こうの方がでかいな、恐ろしいですけどもね。まあなんとか勝てるように頑張ってもらいましょう。お願いします。オッケー、なんとか勝つことができました。前半1点、後半1点、ね、途中出場のペドリが決めてくれて 2-0 で勝つことができました。ナイスゲーム。はい、3試合目いきましょう。相手は獅子王の城壁ということで、サイドアタックのガチンコのチームですね。これはもう総合値も負けてるし、六角形の大きさも圧倒的に負けてるんですけども、戦術有利、これぞ戦術有利っていうところをね、ポゼッション、ね、バルセロナ止めに見せてもらいましょう。お願いします。いやー、勝てるもんですね、皆さん。いや、素晴らしいわ。後半にメッシが得点を決めて、その後、相手は途中交代でかなりの人数を入れてますけども、まあ、ジョーカーに特化してるっていう感じじゃないですね。まあ、それでも勝つことができたので良かったです。ナイス。はい、4試合目行きましょう。相手はカウンター、黄金の流星群チームですね。カウンターに関してはね、1次予選の時もお話しましたけども、ちょっとガチンコでカウンター同士の対戦をしないといけません。なんとか勝てるように願いましょう。行きましょう。お願いします。いやー、すごいギリギリでしたけども、途中交代ね、もうこちらは5人変えて、あちらも3人変えてるチームなんですけども、そっか、レッドカードがあったのか、相手の。なんとか後半ロスタイム近くになってですね、ハーランドが1点を決めてくれて勝つことができました。まあでもマンオブザマッチがね、うちのチームのデザイーだというところを見てもね、いや、守りきった試合だと言えるんじゃないでしょうか。よかったです。はい、5試合目いきましょう。相手はサイドアタック総合値30万の獅子王の城壁、しかしバンディエラ特徴はオランダで出しているというね形のチームです。
これはなんとか中、ポゼッションチーム勝ってもらいましょう。お願いします。オッケー、白氷の勝利ってやつですね。ナイスゲームでした。メッシの先制点を最後まで守り抜いた形になりました。いやー、かなり攻め立てられてるように見えましたので、怖かったですけどもね、点を決められずに勝つことができました。オッケーです。はい、6試合目いきましょう。相手はカウンター黄金の流星群チームですね。まあ、前回のね SWCC の総括動画でもお話しましたけども、現状トレンドはですね、やっぱりカウンターチーム、まあサンジクリック監督のこちらのチームプラス、まあイタリア染めっていうのがねかなり人気だったわけですけども、まあ強いチームですよ。自分が扱っててもね、すごく使いやすいチームだなと思いますけども、まあこちらは総合値の差があるので、ぜひ勝ってもらいましょう。お願いします。いやー、今日どんだけ 1-0 で勝つんだって感じですけども、いやー、危ない危ない。ナイスゲームでした。ハーランドが40分に決めた1点を守ったという形になります。途中出場は両チームとも5名ずつ入れてるというところですけども、途中出場の人材のなんていうんですか、質はやっぱうちの方が勝ってるかなと。しかし途中から入ったデリフトがマンオブザマッチになってるぐらいですが、後半よく守ったんでしょうね。ナイスゲームです。はい、7試合目いきましょう。相手はポゼッション空港の制圧ということで、今回初対戦かな、一次予選から、うん、あの数えてもね、マンチェスターシティ染めのポゼッションチームということで、さて先ほど言ったですね、中央突破チームの攻撃力がちょっと不安だというお話、六角形、うちのチームの方を見ていただくと、ディフェンスはですねかなり六角形が はみ出してるんですけども、オフェンスに関してはその1個前のメモリのところで落ち着いてしまっているように見えると思いますので、これはねこの選手への指示というところですね、点を取りに行けということで、少しねチームのバランスを変えてなんとか得点を取ってもらうという形が中央突破チームを使う場合はいいんじゃないのかなというふうに思ってますので、まあチーム全体のオフェンスがショーアップ、ディフェンスがショーダウンというところで挑んでいきたいと思います。さあ、これが果たしてですね、まあ引き分けたんですけども、ね、攻めていけっていう指示に対しての結果なのかどうか分かりません。勝ちきれたらね成果が出たって言えたんですけども、この引き分けは何とも言えないですけども、まあ、中央突破チームを使う場合に関しては今後もねあの作戦続けていこうかなと思ってます。はい、8試合目いきましょう。相手は、まあ、これはオランダ染めの暁のきらめきなんじゃないでしょうか。このねメンタルに特化していてテクニックが少ない感じはですね完全に今回のオランダ染めの特徴だと思いますけども、さあこのチームに対してポゼッションで勝てたら今回の最終予選は、かなり期待できるんじゃないかなというところなので、よろしくお願いします。いや、見事にやられましたね。これはでも苦しいですね。最終予選に向けてもですね、ナンバー14さんということで、27回の SWCC でベスト8に入られていると。まあでもディビジョンはゴールドなのかな、これは。いや、何にしても、ちょっと苦しい展開でしたね。中山、クライファーとファンデベーク、ラドモントと入れられてるんですけども、途中から、選手をね。いやー、この負けは、今回の二次予選、苦しいですね。わかりました。はい、最終戦いきましょう。最終戦の相手めっちゃ強いな、これちょっと覗かせてもらいましょうか。カウンターの総合値高いパターンっていうのは、まあ、チーム自体はでも僕とそんな変わんないな。何がすごいんだろうね。ディアスもセンターバック左側で使ってるし、これは強いですね。でもまあチームの作り方がうまいのかな。あとはフォンセカ監督がレベル4のねアシスタントコーチについてるっていうのも総合値アップの上で大きいのかもしれませんけど、非常にうまく、サンジクリック監督のチーム作られてるなという印象ですね。さあ、じゃあこれはガチンコで戦わせてもらいましょう。こちらの方がね、8000総合値負けてるんですけど、六角形のパッと見はそんなに変わらないように見えますけども、まあなんとか頑張ってもらいましょう。お願いします。最終戦です。まあ妥当な展開かな、この対戦の場合はね。0-0、まあまあまあどちらにとっても良かったんじゃないでしょうか。ではね、順位の方を見ていきましょう。はい、このような形になりました。5勝3分け1敗の勝ち点18というところになりました。全日程を終えている方で僕よりもですね順位が低い方がそうですね4名おられますので、これで最終予選リーグ進出は無事決めることができました。ありがとうございます。すごくないですか、僕9試合で7得点3失点、なんという省エネを
省エネで9試合やったんだっていう感じでしたけども、まあそれだけ相手も強かったですね。まあまあまあ本当に面白いね、見事に得点力もないけど失点もしないみたいな形でね、突破することができたかなというふうに思っております。まあ二次予選もですね、突破するだけで報酬がね、このように、ゴールドトロフィー15個もらえたりとか、あとは最終予選リーグの結果以下でね、200近くは、ゴールドトロフィー手に入れることができますので、ダイヤモンドディビジョンやっぱりいいなというところでございます。ということでね、 SWCG に関しましては次回ですね、最終予選リーグ50試合をやってみての総括動画という形になると思いますので、そちらの方ね、ぜひ楽しみにしていただけるとというふうに思います。サカツク自体の動画としましてはですね、まだまだガチャをですね、オランダ染めガンガン引いていかないといけないので、間でいくつか動画出させていただくと思いますけども、楽しみにしていてください。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。